お疲れ様です。速稼塾の久保です。今日の映画紹介は、私ね、何度も何度も見てしまう映画なんですよ。もうその筋とかね、オチとかね、そういうの全て分かっているのにまた見てしまう、ヤクザと家族でございます。まあ私はことさらに、まあヤクザとか人気者が大好きってわけではないんですけども、どこかね、昭和っていうテーマを思い出すときに外せないのが、このヤクザ、そして家族っていうね、この2つのキーワードなんじゃないかなと思うんですよ。で、今回の作品、ヤクザと家族は、この私がぼんやりとね、昭和に思い描いていたヤクザっていうものと、家族っていうものをね、うまく融合させて、しかもそれがタイトルになってしまったっていうところなんですよ。で、これできればね、続編とかね、別の形のヤクザと家族、これも見たいんですけども、まあそうもいかないでしょう。で、そもそもヤクザと家族っていうどういう共通点があるのかなっていうところからお話したいんですけども、戦後の日本でね、2つの問題が起きたところに、このヤクザってものの必要性が出てきたんだと思います。一つは戦災孤児ですね。お父さんもお母さんも死んでしまって、戦争で家も焼け出されて、それこそ着の身着のままで放り出された子供たちがどうやって生きていくんだと。主にはあるところから取ってくるしかないっていうね、盗みですね、食べ物を取ってくる。まあ畑泥棒なんてまだね、生優しい方で、闇市っていうところにね、出かけて行って、そこで売ってるリンゴとかバナナをひっつかんで走るみたいなこともあったのかもしれません。もちろん食べ物ってのは当時高価ですからね、貴重品ですから、捕まればひどい目に遭うわけですよ。でも生きていくためにはもうそれしかないということで、なんとかその日を生き抜いていくために、そういった犯罪に手を染めながら、またそういうふうに後ろ盾がなくなってしまった子どもたちが集まって、一つのまあ組織というかね、仲間になっていった、なんとなくグループを作っていったのが、まあヤクザの成り立ちの一つだったのかなと思いますね。親なし子なし家もなしみたいなところから、だんだん10代の子供たちはそういった組織ってものに気づいていったのかなと思います。で、もう一つがね、当時日本の治安は GHQ に支配されてましたんで、まあ言ってみれば外国人にやられたい放題が日本人だったわけですよ。特に女性ですよね。女性が性の対象として、外国の戦勝国気取りの、まあ、いろんな国籍の人に領辱を受けていたわけですよ。それを見るに見かねて立ち上がったのが日本の男たち、任侠道ってやつだったのかなと思います。まあそういうふうにして、警察でも守れないような、国が守ってくれないような弱くなった国民を守るのが勇士として立ち上がった日本人の男性たちだったのかなと思います。その中には戦争で生き残った命知らずもいると思いますし、特攻隊の生き残りみたいなね、まあ、そんな存在もあったのかもしれません。つまりは守るために暴力を使っていったっていうのが、このヤクザの成り立ち。先ほどお話した戦災孤児の寄せ集めと、そうやって国を守る、そんなまあ言ってみれば無法者の集団が一つの場所に集まってできたのが、家族みたいなヤクザという組織だったんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、彼らには彼らなりの仁義があり、正義があり、そしてしのぎを削るという言葉がありますけどね、まさにしのぎがあったのかなと思います。それがだんだん世の中が平和になり、必要とされなくなってきた時に、でもその道でしか生きてこれなかった人たちは一体どうすればいいのかと。それまで言ってみれば仇の人に上手に使われてきて、いらなくなったら使い捨てというね、しかも暴力団新法なるものでどんどん存在が否定されていく。でも結社の自由ってのがあるんですよ。特にヤクザとして存在することが違法ってことはありません。しかし近年のニュースでも分かる通り、ヤクザというふうに言われている人たちがスーパーのサービス券を作っただけで詐欺罪で逮捕されるみたいなことも起きうるわけですよ。で、私がショックだったのはね、敵屋ですよ。縁日や祭りやお正月を盛り上げてくれた
子供たちの言ってみればヒーローね、綿菓子やイカ焼き、トウモロコシを売ってくれたあの優しかった切符のいいおじさんたち、お兄さん方がなんとヤクザとの指定を受けてね、解散させられる羽目になったと。商売すらできなくなってきたわけですよ。男はつらいよの寅さんがもう昭和の遺物となってしまったわけですよね。まあこういうふうな今私がお話したことを、ヤクザと家族という映画は色濃く反映させているわけではありませんけども、作品を見ながらその切った張ったの世界の裏にこういった人たちの人生や悲しみをなんとなく感じながら、ラストシーン、私もね、胸が熱く涙が溢れてきたかなっていうところでございます。私は必ずしもヤクザの肩を持ちたいわけではありません。しかしそこには私たち肩着の人間と同じような家族というものがあったんじゃないかなと思います。それは両親から生まれて私たち肩着の人間が思うような家族ではありません。もともとは他人の集まり、それが実の家族以上の縁を持ち、お互いに支え合った、そんな昭和の粋な人生をまとめたものだったんじゃないかなと思います。このヤクザと家族、多分これを最後に任侠映画、ヤクザ映画ってのはだんだん時代劇やね、ファンタジーというものになっていくんではなかろうかと思います。現在ね、日本統一みたいな映画がすごく人気でシリーズ化されてますけども、やっぱり任侠ヤクザというよりもね、なんだか会議室で男たちがただ大声で喋り合ってるだけの、まあそんなね、ちょっと物足りなさを感じるのは私だけなんですかね。でももちろん今ね、ああいった任侠映画にも演技指導ですとか、その業界のことを指導するいわゆる本物のその道の演出家ってのが排除されてるのが現実です。もしかしたら昔はね、こういった任侠映画には本物の本職の人が演技指導をしていたのかもしれません。そうなってくるとリアリティはどんどん失われていって、本当にね、任侠映画ってのはもう作られなくなってくるのかなと思いますね。で、実際にこの任侠ってものが日本人の心を支えていて、実際に戦後の日本、それを守り続けていたはずだったのに、もうそれすら許されずに時代の遺物になろうとしてるのかなと。人々は善悪ではなくて損得で生きるようになってしまった。まさに金の前では義理も人情も叶わないのかなと、舘ひろしさんの作品中のセリフが私の胸を打つわけなんですよね。はい、今回はヤクザと映画でございました。よろしかったらご覧いただければと思います。1999年から2005年を経て2019年までの20年間、このタイムバランスの中で綾野剛さん率いるヤクザという組織がね、どのようになっていくのか、当時幼い少年だった翼が20年経って一発の男になって、どうやってね、このヤクザという組織をまとめていってるのかってところも注目でございます。それでは。